はい。ということでね、僕は今ね、マイキーのサバイバルサーバーに来てます。今日ね、マイキーが秘密基地をね、作るって言ってたのでね、ドッキリをね、していきたいと思います。まあまあ結構できてるのかな、秘密基地。あそこがね、マイキーの秘密基地なんだけれども。まずね、僕ね、今日透明になっていきたいと思います。透明になりまーす。よし。ということで、透明になりました。これね、マイキーからね、透明に見えてるはずでーす。まあ僕ね、この透明になってね、マイキーにバレないように、マイキーのあの、秘密基地をね、勝手に改造したりね、勝手にね、秘密基地の中に秘密基地作っちゃったりね、住み着いていきたいと思います。とりあえずマイキーが外に出るのを待とうかな。あ、出てきた、出てきた。おぉ、何やってんだ、マイキー。お、なんかどっか行ったから、この隙に、侵入したいと思います。これ結構すごいな、マイキーの秘密基地。これ、遠くから見たらこれ、入り口わからないぞ、と。よし、まあ、とりあえず入るか。おぉ。なんか割と小綺麗な感じだな。結構広いし、結構秘密基地として結構好きだな、これ。マイキーはね、まだ、どっか行ってると思うから、今のうちにね、とりあえず僕の居住スペースをね、作っていきたいと思います。今日はね、マイキーのね、秘密基地に住み着こうと思ってます。まあ、ここら辺に作っていくか。じゃあ、ここにね、作っていきたいと思います。こんな感じで。ガチな隠し部屋を作ろうかな、ここに結構。まあ、まずはね、マイキーがね、帰ってくるかもしれないから、さっさと作っちゃおう。まず、ここに、こんな感じで。おー、まずいまずい。外と通じてしまった。まずは、こんな感じかな。ここにこうしてと。こうかな。こうしてと。とりあえずまずボタン1個。よし。うまく作動してるな、今のところ。そうしたら、外側からも開けれるようにしましょう。ってことで。これでいこう、ちょっと。こうして、こうだな。ここに、こう敷いてと。で、ここか、ボタンをここに設置。これでできたかな。内側からはね、ボタンの場所が分かりやすいので、ね、木にしておきましょう。OK。これで？おー、すごいすごいすごい。マッキーの家の中にね、勝手に隠し部屋ね、作っちゃいました。いいぞいいぞ、これは。もうちょっと広げようかなーっと。よし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 。ん？はぁ、はぁ、マイキーが帰ってきたぞ、これ。よし、ちょっとマイキー、外出よう。はぁ、なんとか出れた。なんだマイキー、何やってるんだこれ。なんか淡々と作業してるぞマイキーが。もしかしてマイキーこれ増築しようとしてんのかな今日。やっぱり増築するって言ってたからね。だから今のうちに僕も、おお、なんだなんだ、ん？なんか作ってるぞ。下に土を埋めたりとか。よくわかんないな、マイキー。畑でも作ってんのかな？とりあえずね、マイキーがね、頑張ってね、この秘密基地をね、増築してる間に僕もね、自分のね、マイキーの中に勝手に作った自分の秘密基地をね、増築していきたいと思います。お、ちょっと今気を取られて、マイキーがね、なんか作業をしてる間に、この隠し扉から。よし。よーし、バレてない、バレてない。よし、ここね、増築するぞ。結構ね、かっこよくしたいね。広くしたりとか、かなり快適な家にしたいね、ここをね。勝手に。ということで、僕はの自由なね、プライベート空間を作りたいと思います。よし、ということで、内装を整えていくぞ。広さはこのぐらいで、まあ、十分かな。
まあこんぐらいにしよう、広さ。そしたらね、天井高くしちゃおうかな、結構ね。天井の高くしてと。ここでまず蛍光灯のランプをつけていく。おお、結構いいぞ、このランプ。これでね、部屋の明るさをまず確保して、そうしたら、今もうちょっと奥深くしてと。それでベッドをね、ここに置こうかな、ベッド。よし、そうしたらね、まあ、ここに本棚とか、設置していこうかな。こんな感じで。まあね、寝る前に本を読むということで、本棚も作っていきます。そしたらね、ここにレッドストーンランプを。これで、読書用のね、ランプを作りました。そうしたら、あと足りないのは何だろう。あれ？なんかマキ地下にいない？よくわかんないけど、まあいいや。そうしたら、次はね、勉強机でも作っておこうかな。こんな感じ。よし、ここで。まあ椅子も作ってと。こんな感じかな。そうしたら、まあ、ここに作業用グッズを置いてきまーす。ここに、作業台とかね。チェストとか。で、ここには、まあ、鋳造台とか、まあ、エンチャンティングテーブルとかね、置いたりとかしようかな。で、天井も高くしていく。おー、いいね、いいね。そして、まあ、端っこにやっぱこの蛍光灯をつけておくか。こんな感じかな。OK。おー、だいぶなんかかっこよくなってきたぞ、これ。かなり快適なんじゃない？この家、実はね。ベッドもあって、本棚もあって、まあ、いろんなね、グッズもあって。おー、素晴らしい。そしたらね、マイキーはどんくらい進んだのか、マイキーの様子を見ようかなぁ。バレないといいな、ちょっと行くぞ。スリッパン。はぁ。バレてない。ん？あれ？なんか水槽ができてるぞ。そして？おぉ、なんか、家具が追加されたり、なんか、おぉ、やっぱりなんかマイキーここに畑作ってたのか。へぇー。なんかマイキーどっか行ったぞ。今のうちに、マイキーのこのリビングルーム結構改造しちゃおうかな。よし、まずは、これ。まずはね、このポット。まずはね、これを、花を変えちゃおうかな。マイキー、コピーを見てたけど、この、青のこのかっこいい花に変えちゃいたいと思います。そして、こんぐらい増やしてと。椅子も作ってあげようかな。マイキーに特別の椅子を作ってあげます。このキャンプファイヤーとね、このトラップドアにスプラッシュポーションをね、かけます。そうするとね、火が消えて、椅子をね、作ることができます。これ結構、この椅子お気に入りなんだよね。そしてね、次は、そうだなぁ。あ、そうだそうだ。本棚でも作ってあげるか。マイキーのために本棚を作ろう。こことかに本棚を作ってあげようかな。こんな感じで。暗くなっちゃったから、ちょっと明るくしましょう。OK。そうしたらね、この水槽を豪華にしてあげようかな。まず広げてあげようかな。この水槽をちょっと広くしてあげようかな。まずね。こうしてと。こうして。まずね、水槽を広くしてあげました。そしたら、地面をね、砂に変えてあげます。よし、そうしたらね、このサンゴ礁とか埋めてあげようかな、これ。サンゴ礁。で、この、ナマコみたいなのもね、埋めていく。おー、かなり賑やかになったな、これ。そしたら、水浸しにした、おっと、水浸しにしていく。で、あとは、ここにね、ライトとかつけ、ライトアップしてあげようかな、ここ。見やすくなるよね、それで。よし、それで魚も増やしちゃおうかな、これ。おー、いっぱい増やそう。よし。これでかなりね、水槽の質が上がったと思うな、これ。よし。マイキーのね、水槽をね、豪華にしてあげました。どうだ？おー、いいぞ、いいぞ、かなり。かなりいいぞ、これ。超豪華じゃん。よし。うん、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 うん。
っと。マイキーが帰ってきたぞ。おお、なんか種拾ってきたのか、マイキー、畑の。なるほどね、ただまだ、この異変に気づいてなさそうだな。あ、まあ、さすがに気づいたか、異変に。さすがに気づいたっぽいぞ、これは。ただ、なんか特に何かするわけでもなさそうだな。で、マイキー、水槽には気づかなかったな、今。なんか、マイキー、これの異変には気づいてたっぽいけど、なんか特に反応なかったけれども、何だったんだ？まあいいや。次こっち、作物をね、ちょっと改造しちゃおうかなと思います。ということでね、改造しちゃおうと。かなりね、豪華なね、ものを作ってあげようかなと思います。まあ、作るのは、スイカはね、作っていきたい。あ、そうだそうだそうだ。ちょっと明かりが足りないから、ここ明かりを追加しよう。明るく、松明とかでね、明かりを確保しないとね、作物は育たないからね。そして、この骨粉をあげてね、スイカを急成長させていく。この前、マキが埋めた小麦もね、急成長させてあげようかな、こうやって。こんな感じで。よし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 。あとはね、スイカがなるのを待つだけだな。お、できた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 、できた、できました。スイカがなってきました。よし。おお、3個スイカができたぞ。あとね。うん、あとね、猫もね、追加してあげました。これでね、さすがにマッキーね、何かしら反応してくれるんじゃないかと思いまーす。どうだどうだ。おお、帰ってきた帰ってきた。お、なんかダイヤ手に持ってるぞ。なんか、ん？ん？あ、マッキー猫に気づいたぞ。あ、しかも、ああ、猫が逃げた。しかも一匹逃走、ああ、なんか二匹とも逃走したぞ、これ。でもなんか逃走してくれたおかげで、なんか勝手に中に入ってきて、勝手にね、野良猫が中に入ってきたと思ってそうだな。そして、なんだ、なんか畑の異変に気づいたぞ。お。でもなんか、おお、え、そんなところに隠し扉あったの？え？え？ちょ、僕も入ってみよう。ここ、よし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 。こんなところに宝箱あるんだけれども。あ、ここにマイキーダイヤ隠すつもりだな。ちょっと見てみよう。おおー、なるほどね。これ増やしてあげようかな、マイキーのためにチートを使って、こうやって。よし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 。お、なんかマイキーが見てるぞ。これ気づいたか、これ。ダイヤが増殖したことに。ちょっと待ってです。バレないうちに先に上行くか。よし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 。そうしたらね、そろそろね、ネタバラシしていきたいと思うから。隠し扉に隠れて、まずね、透明化を解除していきたいと思います。じゃあ変身解除します。3、2、1。じゃん。普通の状態に戻りました。しかも、ここ。こっからね、マイキーの様子見たいから。ガラスつけとこう。こうやって窓つけてマイキーの様子見てみようかな。マキダイヤ気づいたはずなんだけれどな、マキダイヤで何するんだ？ん？あ、なんかダイヤ持って作業台に向かってるけれど、なんかもしかしてなんか作ろうとしてるんじゃない？マキ、あのダイヤで。何しようとしてんだ、マキ。わあ、ダイヤモンドのアーマーとか作ってる。フル装備じゃん。あ、しかもなんか水槽の異変に気づいたぞ、マキ、やっと。なんか水槽が豪華になったことに気づいたようだな。お、これはバレたか。さすがにこれはバレるか。おお、マイッキーだ。なんで善一くんが僕の家にいるの？僕の秘密基地なのに。まあマイッキー、うん、今日はね、これマイッキーのサーバーにね、侵入するドッキリをねしてました。マイッキーの家に、ね、秘密基地に勝手に住み着いてました、僕。気づかなかった。まあ、ダイヤが増えたのはね、変だとは思ったんだけどね。他に変なことなかったか？おお、まあちょっといろいろ、あれ？まあマイッキー、こっちついてきてよ。これがね、僕の家です。え、何これ、僕の家にこんなの作ったの？そう、秘密基地の中に秘密基地を作ってました。すごい。まあそれに、ちなみにスイカを埋めたのも僕ね。すごい。あ、確かに水槽も変わってるよね。うん。はあ、すごい。まあということで、ドッキリ大成功です。マイキーのね、サーバーに勝手に侵入して勝手に秘密基地をね、改造してみました。ということで、この動画が面白かった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、バイバーイ。バイバーイ。
動画がいいねと思った方はチャンネル登録高評価、ツイッターのフォローとインスタグラムのフォローと TikTok 登録よろしくお願いいたします。よろしく。よろしくね。